こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはソウルグレース。綺麗なスタートを切りました。ディディックファンタジー前に行きそうです。ソウルグレース、それに続いています。さらには2番か11番、ナチュラルキャスター、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはソウルグレース、並んで6番ディディックファンタジー。ベガ好位をキープ。内からは2番か並んで3番、ホシブリーパーフェクト、その外にミリオンコレクター。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。前に戻りましょう。ソウルグレース先手を取りました。これに続いてディディックファンタジー、ホシブリーパーフェクト、すぐ後ろ。その隣にアロハテル、ミリオンコレクター、すぐ後ろ。オレンジの帽子、サーストンドレス、その後ろ。すぐ隣にナチュラルキャスター、すぐ後ろにイバンカ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として14番、ソウルグレース。ここで先頭が入れ替わりました。ベガ、ソウルグレース2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はディディックファンタジー、ディディックファンタジー先頭。あと 200m、 ベガ伸びてきた。ソウルグレース必死に追いすがります。ウィングルーム差し切った。2番手はムーミオーク、ウィングルームゴールイン。ウィングルーム1着、2着は微妙です。勝ったのはウィングルーム、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。イージーシスティーナ前に行きそうです。グリーンファイバー、それに続いています。さらにはサードスペシャル、8番、シェルチェスト、その後ろ。フローレスリー後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはイージーシスティーナ、その隣にシェルチェスト、すぐ後ろにサードスペシャル、ピンクの帽子、セイントドリーマー、その後ろ。すぐ隣にスパイピクニック、その横にグリーンファイバー、その外にブルーエリート、さらにはステイドリーム、その後ろにディアボール、イクノディクタス。この位置です。その隣にプーヨンガ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはイージーシスティーナ、その外にシェルチェスト、その隣にサードスペシャル、すぐ後ろにスパイピクニック、グリーンファイバー、そのうちに続いています。その隣にブルーエリート、その横にステイドリーム、すぐ後ろにディアボール、イクノディクタス。後ろからすぐ後ろにプーヨンガ、これに続いてフローレスリー、最後方にサンライトフローリップ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。シェルチェスト、ここで先頭が入れ替わりました。セイントドリーマー、シェルチェスト2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。セイントドリーマー先頭、残り 200m、 セイントドリーマー先頭だ。残り 100m、 クーヨンが抜けた。イクノディクタス追いすがります。クーヨンが1着、2着にはどうやらイクノディクタス。勝ったのはクーヨンが、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、レディミズワキ前に行きそうです。サラトガボール、それに続いています。さらにはワイエットドレス、6番、マザーミニスター、その後ろ。それでは先頭からレディミズワキ、先手を取りました。並んで10番、シグナルプライズ、好位置をキープしています。西のフラワー、サンライズビューティー、そのうちに続いています。西のフラワー早くも先頭。西のフラワーさらにリードを広げました。2番手のシグナルプライズ、先頭を捉える勢いです。サンライズビューティー3番手。さあ西のフラワー
このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。西のフラワー先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。2番手はシェイクアルバドゥ、残り 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m 必死に追う西のフラワー。2番手はシェイクアルバドゥ、西のフラワーゴールイン。西のフラワー1着、2着はシェイクアルバドゥ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました西のフラワー。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはマンハッタンモデル、シュアビール。ちょっとタイミングが合いません。ミスティコ前に行きそうです。マンハッタンモデル、それに続いています。さらにはストリートコンダクト、11番、クラウンコンティネント、その後ろシュアビール。後方からの競馬、前に戻りましょう。マンハッタンモデル先手を取りました。黄色の帽子ボブルデュー、その後ろダイタクヘリオス、後位をキープ。向上面に入っていきました。前に戻りましょう。先手を取ったのはドブルデュー、9番ダイタクヘリオス。2番手を追走、すぐ後ろにオペラフライヤー、並んで11番、クラウンコンティネント、すぐ後ろにフローラルメロディー、さらにはマンハッタンモデル、並んで8番、ノーザンストーン。その外からストリートコンダクト、内からはスワーブダンサー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス後続を引き離す。2番手はクラウンコンティネント、ダイタクヘリオス先頭。2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スワーブダンサー、ダイタクヘリオス追いすがります。スワーブダンサー、スワーブダンサー1着、2着にはどうやらダイタクヘリオス、勝ったのはスワーブダンサー。見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフラッシュヒーロー、綺麗なスタートを切りました。フライティルドーン、前に行きそうです。ビエンビエン、それに続いています。さらにはニュースインディア、14番、フラッシュヒーロー、その後ろ後方に控えたのがポタシャー。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはフライティルドーン、これに続くのがビエンビエン、その隣にスカイクラシック、その横にイッツオールグリークトゥーミー。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最高峰までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からフライティルドーン、先手を取りました。その外にフラッシュヒーロー、さらにはスカイクラシック、並んで2番イッツオールグリークトゥーミー。
ビエンビエン、この馬もこのグループ、その外にニュースインディア、並んで5番ワンダフルグループ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から先手を取ったのはフライティルドーン、これに続くのがフラッシュヒーロー、並んで10番スカイクラシック、ビエンビエン、そのうちに続いています。その隣にイッツオールグリークトゥーミー、その横にワンダフルグループ、東海帝王、この位置です。その隣にアフターリーグ、内からはゾーマン、黄色の帽子、ミッキーマリーン、その後ろ、すぐ隣にナショナルマジェスティ、ゴールデンフェザント、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ4番フライティルドーン、スカイクラシック、ほとんど差がありません。イッツオールグリークトゥーミー、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フライティルドーン先頭、あと 200m、 フライティルドーン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。東海帝王抜けた、東海帝王もう一伸び、東海帝王ゴールイン、東海帝王1着、2着にはどうやらゴールデンフェザント、東海帝王なんと凱旋門賞に続きブリーダーズカップターフも制覇、まさに芝の世界王者です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。ジョリーズヘイロー前に行きそうです。マーケトリー、それに続いています。さらにはプレザントタップ、4番後継2世、その後ろストライクザゴールド、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。ジョリーズヘイロー先手を取りました。その隣にマーケトリー、その横にオリンピオ、内からはベストパル、後継2世、後位をキープ、その外にビクトリーチケット、カジュアルライズ、そのうちに続いています。その外にプライスオフリー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭からマーケトリー先手を取りました。少し間が空いてリルイーティー、ベストパル、そのうちに続いています。その外にジョリーズヘイロー、好位置をキープしています。合計2世 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。さあ先頭は依然として11番マーケトリー、ここで先頭が入れ替わりました。ジョリーズヘイロー、マーケトリー2番手に控えました。リルイーティー3番手、合計2世、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はマーケトリー、あと 200m、 合計2世伸びてきた、残り 100m、 合計2世先頭、2番手はベストパル、合計2世ゴールイン、合計2世1着、2着にはどうやらベストパル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。合計2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。サンドエッジ前に行きそうです。
クラウンアンデス、それに続いています。さらにはハッピーカレント1番サンセットミステリー、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはサンセットミステリー、その外にサンドエッジ、ビーチタップ、そのうちに続いています。すぐ後ろにクラウンアンデス、ピンクの帽子、マンハッタンスタイル、その後ろ、その外にフレンチフェアリー、河内立て男、後ろからになりました。黄色の帽子、ファントムダンサー、その後ろミラクルキャッシュ、すぐ後ろ並んで11番セカンドインディア、イージースクリーン、この馬もこのグループ、すぐ隣にグッドダンサー、その横にフロアピール、最後方にナショナルリーブ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはマルターズヌーベル、その横にサンドエッジ、これに続くのがサンセットミステリー、ここでサンドエッジ先頭に変わりました。マルターズヌーベル、ほとんど差がありません。サンセットミステリー、3番手河内立て男、 B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンドエッジ先頭、差はほとんどない。サンセットミステリー抜けた。サンドエッジ追いすがります。サンセットミステリー、サンセットミステリー1着、2着にはどうやらサンドエッジ、立ったのはサンセットミステリー、見事な勝利です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってセントゲイル、セントゲイル先頭、あと 200m、 先頭はノーブルオーク、残り 100m、 ノーブルオーク先頭、イージーモデル追いすがります。ノーブルオーク、もう一伸び、ノーブルオーク1着、ノーブルオーク1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、ノーブルオーク。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはシンデレラピーク、雪の美人、先頭、2番手はシンデレラピーク、追いすがる、やはり雪の美人先頭だ、雪の美人先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手はシンデレラピーク、完璧です。圧倒的な強さを見せました。雪の美人1着、2着はシンデレラピーク、1番人気に応えました。雪の美人見事です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はニフティーニース。ニフティーニース先頭、2番手は川内トリビュート。残り 200m、 ニフティーニース先頭だ。残り 100m、 ニフティーニース先頭、川内トリビュート追いすがります。ニフティーニース、ニフティーニース1着、2着にはどうやら川内トリビュート。まずは前哨戦を制しましたニフティーニース、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は河内プリンセス。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は河内プリンセス、河内プリンセス先頭、残り 200m、 河内プリンセス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は大気シュール、やはり強い。河内プリンセス、河内プリンセス1着、河内プリンセス1着、2着にはどうやら大気シュール、河内プリンセス見事一番人気に応えました。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナ、どちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のエトワールダッシュ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。エトワールダッシュ前に行きそうです。ナイキランサー、これに続きます。並んで17番ミスターシクレノ、その外からヤマニングローバル、内からはカミノクレッセ、ストロングカイザー、そのうちに続いています。その外にマイネシリウス、カワッチサンド、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。レッツゴーターキー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。これに続くのがスカーレットブーケ、しんがりからラケットボール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。12番メジロパーマー、レースを引っ張ります。並んで14番大気ランサー、その外にミスターシクレノ、藤山健三、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。一番人気のレッツゴーターキン、現在馬群の中ほどにつけています。さあ先頭は依然として12番メジロパーマー、藤山健三、ほとんど差がありません。東証ファルコ3番手レッツゴーターキー、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。最後の追い比べ、先頭は大気ランサー、大気ランサー先頭、2番手はレガシーワールド、追いすがります。やはりレッツゴーターキー先頭だ。残り 200m、 先頭はレッツゴーターキー、レッツゴーターキー先頭、レガシーワールド追いすがります。レッツゴーターキー、もう一伸び、レッツゴーターキーゴールイン、レッツゴーターキー1着、2着にはどうやらレガシーワールド、レッツゴーターキン、一番人気に応える見事な G1 勝利です。